はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。はい、というわけで本日も PSO2NGS の動画を撮っていくんですけども、はい、本日は、絶望エネミーギガンティクスを周回する際にやっておきたいこと、ありがとうございます、発表したいと思います。はい、なんかニコラスさん、これやっとけみたいなあるみたいですね。まあ、サムネにもなってると思いますけど、これはね、やっといた方がいいです、はい、間違いなく。ありがとう。間違いなく、まあ、ギガンティクスね、出るのって基本的にこうやってマップで待って、うん、まあ、なんか馬娘するなり放置して待ってる人もいれば、まあ、肉集めてね、うん、うん、周回してる人もいると思いますし、うん、あとはマップにローレン、はい、のエネミーも結構湧く場所決まってるので、まあ、そこ周回してる方もいると思うんですけども、たまに嵐か雨か気づかない時ありますよね。まあそうだし、やっぱ常にこう気使ってないといけない。うん、あ、ちょっと嫌じゃん、常にやっぱ画面チラチラ気になる、うん、まあ、そんなあなたに朗報です。はい、これ通知設定できます。通知設定ができる。はい、敵がこう湧いた時に、まあ、お知らせしてくれる方法ですね。ですね、まあ、ちょっと結構簡単だけど、このチャットっていうとこ開いてもらって、メニューの、はい、これのオートワード設定あります、はい、うん、これ開いてもらって、このトライアル参加時ってとこに、まあ、何かしら入れると、こう絶望が出た時にその出るフィールドのとこにいれば、これが反応してお知らせしてくれるっていう。なるほど。まあそれ、まあ、今、はい、はい、まあそれなんだけど、はい、そのやっぱちょっと静かなんだよね。で、おすすめの設定が、はい、この普通に設定しただけだと、チロチャ、まあ周囲チャットで言っちゃうんだよね。だからなんか紛らわしいし、だからこの、うん、これ入れてあげるといい。スラッシュ P、 これパーティーチャットにするのね。でパーティーに入ってなくてもパーティーチャットになってくれるし、はい、あとこのスラッシュトゲってやつも入れると、このトゲってやつが結構うるさいから、うん、そのパーンって音すんのよなるほど。そうに、まあ何でもいい、メッセージ入れたり、まあなんかロビアクとかも入れていいし、なんか好きなやつとか、うん、で設定しとけば、まあ湧いた時に出るって感じだね。なるほど、うん、それでまあ、目離してても音でも気づくし、うん、まあ周回してて雨か嵐かわかんないみたいなこともないと。そう、なるほど、うん、あ、これは便利ですね。そう、でもね、ちょっと注意点がある。はい、これね、放置してる分にはね結構いいんだけど、うん、遊んでると普通のそこら辺で発生するトライアルでもこれ言っちゃうから、うん、なんかパーティー一緒に組んでる、まあソロの時とか特に別に気にしなくていいんで、パーティー組んで、はい、そこら辺のトライアル行った時に絶望出たとか やると、みんなビクってするっていうなんか音鳴るし、そうパーンって鳴るし、なるそうそうだからまあまあソロとか放置するときにまあ便利ですよって感じ。知らない人とパーティー組んでこれやるとね結構迷惑かもしれない。なるほど、うん、あ、じゃあそこは気をつけていただいて、まあ知り合いとかだったら、うん、まあそれなくても共有もできますし、うん、まあ、パーティーでなんかやってるときは切っといてもいいかもしれないですね。そうね、まあそんな感じで、うんうん、なるほど、まあ、パーティーで全員他のことして放置で待っとくっていう時はつけててもいいだろうし、うん、はい、あ、それ知らなかったな。そう、これねちょっと便利なんだよね、うん、ちょっとどんな感じで出るのかっていうのも見てみたいですね、せっかくなんで。あ、いいよ、じゃあ、はい、ちょっと使ってみようか。まあ絶望出てくるかわかんないけど、まあ、ちょっと待ちます、ね、まあ、はい、待ってみて。はい、ちげえやつ湧いたな。そうっす。あ、まあ、あれか、で、絶望じゃなくてもトライアル湧いたら出るのか。いや、普通のトライアルは近づかないと、こう、言わないのよ。そうそう。でも、絶望はどのエリアにいても、そのトライアル参加になるから。ちなみに、こっちトライアルじゃないから。はい、というわけで、ちょっと待ってみたんですけど、絶望が出なかったんですけど、うん、トライアルが出たんで、ちょっとトライアルの方に近づいて、チャットの
感じを見てみたいと思います。オッケー。はい、絶望はね、はい、遠くにいても出るんですけど、トライアルは近づかないとこれ出ないみたいです。そうそう。で、まあ範囲内入ったら、はい、トライアルスタート。こんな感じで。これは気づくわ。うん、うるさいじゃん、結構パーンって。パーンってなります。なんならゲーム内の設定でそれだけボリューム上げるとかもできそう。うん、まあできるっちゃできる。あ、絶望出た。これはガチ絶望、これはガチ絶望出てる。どこだ？ A3？ チンデル。いるね。こんなとこに出んのか。まあこっちがちょっと人多かったな。はい、というわけで、はい、絶望エネミー周回する際にちょっとやっておきたい設定を今日ニゴラさんに紹介していただきました、はい、うん。でまあね、まあトライアルでちょっと試したけど、そのエリア移動してきてもなるから。あ、そうなんですね。そうそうそう、いたらもう、はい、出るからパーン。いたら出る。そう。ああ、 すごく便利ですね、うん、なんかま、間違いようがないというか。間違いようがない。あ、いたんかいとか、うん。あれはどうなんすかね。多分今、周回してて、うん、2、3体倒しに行く人、ちょろちょろいると思うんすよ。あ、そうだね。倒してるマップに行っても出ちゃうんですかね。いや、倒し終わった後は多分、大丈夫かな。それだったらめちゃくちゃ便利じゃないですか。まあね。はい。自分この絶望エネミーが6分間あって、まあ3分ぐらいで倒して頑張ってみんなで、うん、じゃあちょっとすぐ移動して少ないとこ行ってもう1体倒そうみたいな、うん、途中から参加して倒そうみたいな俺がとかに、うん、あーって出てくれれば。そうだね、俺がやってる時はもういたね。倒されてるってことはなかったかな。なるほど、うん、あ、じゃあめちゃくちゃいいっすね。そこは要検証というか、要検証、うん、ちょっとやってみて、間違ってたらちょっとコメントいただければ。はい、はい、ありがたいです、うん、はい、というわけで、まあ、こんな感じでね、PSO2 のこう豆知識というか、小技みたいなのもどんどん紹介していきたいなと思いますので、はい、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで本日の動画は以上になります。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら、ありがとう。